ちゃんね、冬だから降りるんだから。お姉ちゃんにもらったよ。どうもすいません。どうもすいません。どうもすいません。冬田、リュックしようぞ。むしゃぶるい。いや、それよりさ、お前意外とケロッとしてんの、ほっとしたよ。だってもう来ちゃったな。ね。新宿駅で園長先生に電話したんでしょ。おい、山科君がね、迎えに来てるはずなんだよ。あ、さっきのお姉ちゃんがいた。あんた来ちゃったの。まあ、ちょっとあんた、おかしいな。笠井先生。はい。あ、笠井先生ですか。はあ、今あの学院から電話がありましてね、無害の子が出たんで先生方手が離せないのでタクシーで来てください。そう、あ、無害ですか。ええ、あの私ね、そこで食堂やってます井上ってもんです。学園にはあの食品とか日用雑貨に入れさせてもらってるんですよ。あ、はい、その角の角屋です。はい。あ、タクシーが来ました。乗ってください。さあ乗ってください。それ、はい、どうもすいません。どうぞどうぞ、お待ちください。じゃあ行こう。どうぞ。あの、無害って無断外出、脱走のことだよ。どうもすいません。大きな湖だね。ねえ、学園はどの辺か。あの山をぐるっと回って登ったとこさ。うっそー。本当だよ。怪我ねえか、秀俊。たかしは知らない。一緒じゃねえのか。そんなドジな逃げ方するもんか。ちびっこコンビが真っ昼間から何ちまやってんだ。たかしはさ、今日変な寮長先生が来るから嫌だから逃げるって言ったからさ、俺付き合った。変な寮長かどうか付き合ってみなきゃ分かんねえだろ。どうせ俺の言うじゃねえ。さあ行くぞ。山下君、しばらく。笠井先生、どうもすみません、迎えに行けなくて。この有様で。
村井はこの子一人ですか。いやなかなかの面魂だな真っ黒じゃないか先生、みんなで待ってたんですよ。あ、娘さんですか。え、あ、妻の恵子です。あ、す、あ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 、もうすぐですからね。はい、奥さん大丈夫ですか。お疲れ様で、足は丈夫ですからこの柵が子供たちがおさらばだかって言ってるところです。楽園を出て社会に帰ってくとき、門のところでみんなと別れてこの坂を登っていくんで、おさらば坂って言ってるんです。じゃあ入るときは信長さんだそうですこの先の山全部そうなんです。あ、すいません。あ、どうも。これなんて読むの？どれどれ。これね、財団法人愛生会って書いてあるよ。社会福祉法人児童福祉施設教務員愛生学園。笠井先生、はい、それじゃあお先にこの子を本部に連れていかなきゃいけないんで、園長先生にすぐ行くって言ってください。はい、はい、ほら見てごらん、柵も塀も何もないだろう。少年院と教務院とは違うんだ。山ばっかり。私の学校へはどう行くのそれは毎朝学園の車が送ってくれるから心配ない。でもなんか私までドキドキしてきちゃった。本当にどうしようかしら。大丈夫かな。大丈夫、大丈夫。 あんなところに誰かいるよ。どうやらお迎えのようだな。よう、こそこそ覗いてないでさ、笠井先生の顔をとっくり眺めに出てきたらどうなんだい。遠慮はいらねえぞ。ほら、こういう普通の顔をしてるんだ。来たぞ、早く若村のやつに知らせろ。朝日ちゃんが来たぞ。早く知らせろよバカ。笠井ってやろう、来たぜ。来たか。おい、来たぜ。来たぞ。頑張ろう、笠井ってやろう、来たって。おい、進むわ。裏にいます。理事長が来たからって伝えな。はい。どんなやつだって。たかしのやつ、これが嫌で逃げたんや。あきら、お前本部行って見てきな。はい。マスオ、え、お前も行きな。よっしゃ。どんなやつだっていいじゃねえかよ。こっちは領地を選びねえんだぜ。やっぱ気が重いよな。いや
ようこそ、ようこそ。笠井さん、よくいらっしゃいました。園長先生、とうとう来ました。この前見えたのは2年前でしたかな。もう、そうであります。どうぞ。失礼します。村井の子なんです。見かけた方が。皆さん、笠井先生がお見えになりました。いや、逆にそうそう、こんなトラブルで申し訳ありません。よろしくお願いします。何もかもぶっつけ本番で、お願いします。はい、頑張ります。実は今探している中川隆も若葉寮の子なんですよ。私の寮の子ですね。そうなんです。じゃあ私一足先に若葉寮行ってますから。あ、そうしてくれ。2ヶ月ほど前に大川先生ご一家が辞められて、私と家内が若葉寮を見てきたんですが、そのことを手紙でお話しするとぜひ来たいっておっしゃってくださって、今日こうしてご一家で飛び込んできてくださいました。笠井先生ご一家が問題ある子たちと家族ぐるみで寝起きを共にしてくださる、そういう大変な決心をしてくださった勇気に心から感謝したいと思います。秀俊を寮に返しました。あ、ご苦労さん。秀俊は高志を助けて陽動作戦をやったらしいね。俺もそう思います。あの二人兄弟以上のコンビね。ちびっこゲリラなんだから。俺、もう一度高志探しに行きます。あ、頼む。私も一緒に、じゃあ行きます。行きます。はい、あ、笠井先生。先生は若葉寮の子供たちと対面したり、引っ越し荷物ほどいたりしなきゃ。あ、じゃあ私が行こう。あ、そうね。はい。行きます。先生、お願いいたします。お願いします。この先毎日毎日張り切らなきゃならんことばかりですよ。どうぞよろしくお願いします。こちらこそ。こちらこそよろしくお願いします。この道を行くと光明寮、神聖寮、聖主寮があるんです。希望寮だけがちょっと別のところにあって不便なんだが、あれは私と家内の二人が戦災孤児や不老児を連れての最初に開拓したとこなんですよ。あ、あれが若葉寮ですよ。セリさん、団地の方がいいね。私たちの家なのよ、冬田。いっぺんに9人もお兄ちゃんができるんだよ。もっとも今一人留守だけど。さあ、行きましょう。はい。私が勤めていた仙台の養護施設とはだいぶ様子が違いますよ。やっぱり緊張します。あれが自主管理畑ですよ。あれっぱかりだけど野菜はかなり要求できるんですよ。じゃあ、あれお父さん。お父さんどうしたの。笠井先生。なんだなんだその腰つきは。え、クワはな、腰でやるんだよ腰で。ちょっと貸してみろ。見てろ、こうだからな。腰で振り下ろすんだ腰で。な。ああ、お父さんたら。あんな経験あるんですか。ピッチングだって、ピッチングだってそうだろう。山形の田舎の町なんです。腰なんだ腰。いいな。春の畑おこしはな、土を深く掘るんだよ。土にな、酸素をたっぷりくれてやるんだ。土はな、生き物なんだぞ。冬の間縮こまってきた土に春の太陽をいっぱい浴びさせなくちゃな。人間だって同じじゃないかな。よし、いいです。さあやってみる。ああ、そんなんじゃろくなものできんぞ。その通り。よし、やめ。全員玄関前に整列。はい、はい、はい。あの子たちが今日から家族なんですよ。
気をつけ。君らの寮長先生ご一家だ。笠井聡太です。よろしく。寮母の恵子先生だ。よろしく。これが娘の春代、小学校3年生。こっちが冬田、5歳。よろしく頼むね、みんな。返事はどうした？はい、よろしくお願いします。じゃあ進むから自己紹介。寮生代表佐藤進。菊池豊。松村史郎。戸塚康幸。令和。石田寛治。内山正雄です。樋口明。野上哲也。この子は来週か再来週退院します。哲也、よかったな。若葉寮総員9名、事故1名、現在員8名。よし、ジープの荷物を運んでくれ。はい、はい、はい。そこは私物を入れさせてます。からそっちの部屋に4人、ここが5人部屋です。じゃあ、はい。食堂兼リビング兼勉強部屋ですな。こっちがグローバーと洗面所になってます。事務室です。事務室ね、はい。ここが調理場です。恵子先生、ここが先生の仕事場です。私やっていかれるでしょうか。大丈夫ですよ、心配いりませんよ。炊事当番がちゃんと手伝いますから。それから献立はですね、毎週月曜日本部でプランを立てて材料と一緒にここに届けますから。頑張ってください。じゃあこっちへどうぞ、はい。ここから奥がご一家の住まいです。6畳2間だけでご不便でしょうが、息がつける前ここだけですから。子供たちに手伝わせて荷ほどきをしてください。はい。いや、なんだか身が引き締まる思いです。いや、自然にやってください。ここの子たちは家庭環境が良くなかった子が多いんです。先生ご一家が自然であったかい雰囲気を持っててくださるだけで十分です。教務員が夫婦小屋制を取ってるのはそのためなんですからね。恵子先生。はい。恵子先生、ちょっと手伝ってください。はい、今行きます。早速もうあれだ。いや、笠井先生、明るくて若々しい奥さんだな。あ、それだけが取り柄みたいなもんで。よく奥さんを説得してくれましたね。この2ヶ月間たっぷり話し合ったんです。分かってくれました。はい、よし。しかし荷物の荷ほどきを手伝え。はい、水筒番は。はい、マスオカ。はい、ゆき先生の指示を受けろ。はい、頼むな。よろしく。はい、あ、すまんな。よろしく。はい、先生。はい、はい、
これが一同表です。若葉寮生の記録です。これで9人のすべてを頭に叩き込んでください。はい、わかりました。おー明石、いないな。ヒッチハイクに成功したか、どっかの山に潜んだか。春の一時帰宅から帰ってからどうも落ち着かないな。一度締めんといかんな、ビシッと。とりあえず一度戻りますか。野崎先生、いやご苦労さん。街道筋くまなく当たってみたんですがね。そうですか。うちの秀俊も全然口を割りませんでね。本当に知らないのかもしれないけど。野崎先生、今度もちょっとだれてるようですから、カツ入れましょうや。春になるどうも落ち着きがなくなる。やっぱり一時帰宅の後遺症ですかね。しょうがない。じゃああとは高志のうちのある所轄署に任せましょう。しょうがないな、あいつさん。先生、先生、アンジェさん見かけませんでした？いや、さっきまで僕と一緒に探してたんですけどね、どっか行っちゃったんですよ。あったら。はじめさん。アンジェさん。どうしましたか。いっけね、俺眠っちゃったよ。うん、子供は？いや、秀俊はね、うん、月見谷温泉の近くで捕まえたけど、高志はまだ。ああ、そう。アンジェさん、どこまで行ったの？相模湖。もう走り回って俺、くたくただよ。私もくたくた。でも、負けちゃダメだ。いや、戻るんだな、ね。もうそろそろ戻ってもいい時間だと思ってここで待ってたんだ。あれ、まゆみちゃん、こんにちは。あ、私出ました。すいません。はい、若葉寮です。あ、園長先生。もうだいぶ片付きました。はい、面会。菊池豊。あ、そうですか。じゃあそっちやっていいんですね。はい、わかりました。私立ち会います。あ、そうですか。はい、じゃあ後で伺います。はい、失礼します。菊池豊。父純太郎、母信子、妹真由美、15歳。あ、ゆたか。マスオです。あ、マスオ。ゆたかは、ゆたか、ゆたか。お、はい、ゆたかか。妹さんがな、面会だ。本部の面会室行け。あ、おい、深呼吸。菊池ゆたか、面会行ってきます。よかったな。よし、行ってこい。さあ、もう一頑張り頼むな。あ、こった。頼むよ。言えよ。ちょっと、どうしたの？言えよ。どうしたの？なんだ。うん。なんだ。どうした？言えよ。なんだい。うん？なんだ。どうした？いや、なんだ。おい。ほら、マッチョ。おい。なんだ。なんなんだ。あの、あれが。え？あいつらがあれ。え？向こうに。ね？お兄ちゃん。なんかあったのか？
またあの親父と揉めたのか。違う。私駅前の角屋さんで働くことにしたの。駅前のよ、相模湖の。ほら、角屋さんっていう食堂、今日から住み込みで。ここは、ここはどうしたんだ。高校受けたんじゃなかったのか。やめた。角屋さんにいれば毎日でもお兄ちゃんと会えるもの。私お兄ちゃんのそばにいる方がいい。バカ野郎。おい、なんでそんなことになったんだよ。え、親父は高校へも行かせなかったっていうのかよ。違う、違うよ。これ以上お父さんに厄介かけたくなかったのよ。おふくろはどうしたんだ。おふくろは、え、おふくろまでお前が働くっていうのを黙って見たのかよ。なんだって中卒でお前が働かなきゃいけねえんだよ。俺だってな、ここ行ったんだぞ。俺は辞めちまったんだから、お前高校にやれるじゃねえかよ。お兄ちゃん、いいのよ。私ならあの家にいるくらいならお兄ちゃんのそばにいた方がいいの。だから高校受けなかったのよ。なんで俺に相談しなかったんだ。どうして俺のことなんか考えるんだよ。余計なお世話だ。俺はな、いつ高校の入学写真が届くかと思って毎日毎日待ってたんだぞ。俺はな、そんなことしろなんて頼んじゃいねえんだよ。おい、いいか、金屋で働くなんてやめろ。おい、豊か。おい、豊か、どうしたんだ。今日からな、俺お前の親父なんだ。何でも相談してくれ。てめえに親父らなんかされたまるかよ。豊か、真由美さん、真由美さん、大丈夫。あら、あなた汽車の中で一緒だ。あら、ねえ、片井先生、この近くで働きながら豊かの退院を待ちたいって相談されたのは私なんだよ。豊かを更生させるには真由美ちゃんしかいないと私も思ってるんでね。園長先生、お兄ちゃん怒らせちゃいました。君が選んだ道だろ。この先辛抱強く分からせればいい。兄さん、葛西先生もきっと手伝ってくださるよ。ダメだぞ、泣いてちゃ。またおいで。
ない。よし、寮へ戻れ。まゆみちゃんの話ではさ、親父さんが高校を受けさせなかったわけじゃないんだろ。まゆみちゃん自分で決めたって言ってたぞ。それはさ、義理の親父さんかもしれないけどさ、お前工業高校やってくれたじゃない。まゆみちゃんにだけそんなこと言うはずないだろ。なあ、さあ起きろ。起きて飯食うんだよ。拗ねてないでさ、本当の事情知りたかったらおふくろさんに電話でも何でもして聞いたらどうなんだい。お前の非行の原因はおふくろさんの再婚した相手と馬が合わなかったからだって児童表に書いてある。それもわからんじゃないが、拗ねてたってどうしようもないんだよ。あんたにはわからない。わからない。だがな、ここじゃお前俺の息子なんだよ。息子がさ、飯も食わずにふてくされてんの黙って見てるわけにはいかねえんだよ。とにかく来い来い。さあ、飯だ。さあ、さあ、さあ飯食おうな。みんないっぱい食べろな。うん、おかわりしてね。いっぱいありますから、いっぱい食べて。うん、はい、なんだよみんな、いつも飯食うときそんな風にまずそうに食うのか。うん、今日はね、ゆき先生が特別料理を作ってくださったんよ。美味しいわね、すごくね。うんうん、私もこんなにね、手際よく美味しい味付けができたらいいと思うんだけども、うん、まあ、頑張るからね。うん、ご飯おいしいよ。ね。とにかくさ、飯ぐらいみんな楽しくやろうよ。うん。ね。あ、冬だったらいっぱいこぼしちゃって、あららららら、すごい綺麗なお顔になっちゃったよね。笑われちゃうみんなね。どうした。 俺もや。お母さん食べて。どうしたのね。なあ、な、冬田だけの母親じゃないんだよ。あの子たちみんなのおふくろさんでもあるんだってこと忘れちゃダメなんだよ。子供じみた考えだって思うかもしれないけど、あんなことでさえみんなの気持ちに波立てるんだ。ごめん、ごめんなさい。いや、謝ることなんかないよ。こうやって一つずつ置いてくんだよ。
やっぱり帰ってきたな。俺だよ、たかし。はじめさんだ。10時32分起了。どこ行ってた？どうして戻ったんだよ。腹減った。秀俊とっくに帰ってきたぞ。迎えの理由は？新しい寮長ってどんなやつ？笠井先生か。奥さんも子供さんもいい人だ。楽しい寮になりそうだぞ。そんじゃ見てみるか。お前若葉寮行って何か食わしてもらって早く寝ろ。園長先生に俺が話しとくから。高志、みんなに心配かけたんだ。そこいら仁義ちゃんと切っとけよ。さっきさっき、はい、ありがとう。あれ違う？あ、そうだ。来た来た。帰ってきた。帰ってきた帰ってきた。たかしだな。たかしくん。たかしな。たかしだろ。仲間たかし。よく帰ってきたな。怪我なかったか。大丈夫か。ね、いらっしゃい、高橋君。園長先生からな、電話あったんだ。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。腹減った。あ、じゃ、とにかく飯にしような。あ、行く行く。しかしお前ほんとよく帰ってたな。児童票によれば、この中川高橋は東壁と退学、つまり長期にわたり学校を怠けたことから児童相談所に送られ、家庭に保護能力なしということでここへ入ってきたんです。12歳、小学校6年生。その家庭には年老いたおじいさんとおばあさんがいて、おじいさんは寝たきりです。両親が相次いで蒸発した3年生の2学期頃から高志の盗みと放浪癖が始まったようです。そんな孫が老人の手には追いかねたのです。児童相談所の判定欄には虚言癖があり、自己中心型で大人への不信感が強く、度重なる放浪の経験から身につけた世渡りのずるさもあるとありました。私の目にも稽古の目にも、しかしそんな子供とは到底思えませんでした。さあ、来るよ。はい、食事。よーいよ、たかし、余ってるんだこの野郎。なんちゅうやっちゃ、ほんだら。もうね、すごかったの、真っ黒けドブネズミみたいだったんだからね。はい、もう中入んなさい。よし。俺たち、こんなことしかやったことないもんな。せやからお前が気合ちゅうと。まあ、いいからいいから、ほら。な、ほらな。そうか、お前ら恵子先生に洗ってほしいのか。洗ってほしいやつはいつでも申し上げる。じゃあまっすぐ洗ってもらうか。今日から私の家族となった子供たち。マスオ15歳、退学、つまり学校を怠けること、それに窃盗、入院7ヶ月目。シロ16歳、不純異性交友、恐喝、
入院6ヶ月目。安幸16歳、暴力行為傷害、入院11ヶ月目。哲也14歳、